ちの親父認知症になっても迷惑かけたくないって、口座が凍結されるってニュースで見たぞ。今見たでしょ。うちの兄弟で揉めるのも嫌だって、何とか安心させてやりたいんだよな。代理人も引き出すことができる信託は今調べたでしょ解説動画見たい。お願いします。まずは管理したいお金を専用口座にあらかじめご入金ください。もちろんこのお金は今まで通りご契約者様が自由に使います。一つ目のポイントは代理人様を設定できること。ご契約者様が体力の衰えや認知症でお金が管理できなくなっても代理で引き出すことができます。あ、本当だ。親父に何かあっても代理人が代わりに引き出せんだ。え、代理人は大体家族がなることが多いみたいだよ。俺長男だし。俺も長男。俺次男。え、次男。いや、お前知らないの？いたっけ？あ、いた。おい。大丈夫か？忘れてんじゃねえの？何してる次男？兄貴だよ。何してる次男ってなんだよ。今何してる次男？次男はこいつだよ。あ、次男。あれ？大丈夫お前。次男だっけ？二つ目のポイントは必要なお金をアプリで簡単に払い出せること。領収書を撮影して請求するとご家族などを設定したメンバーに通知が届くから安心です。なるほど、引き出す前に家族に連絡行くんだ。これが見守り機能ね。勝手なことできないぞ。当たり前だよでもこれなら家族も安心だね。50か。50を過ぎたら親のお金に安心を。あっという間だな。使えて安心。本当に三菱 UFJ 信託銀行。そうか、これ俺んだよ。これこっちだ。おかしいまったな。